取られたんですか。どれぐらいもらえたの。今ですね、今はいくらもらってると思う。22日です。22日だ。ということは今日はソルダです。ソルダです。せーの、あるせよ。お正月ということで。見て、これ見たことある？ただ視聴者さんがね、送ってきてくれたアサヒビールのジョッキ缶っていうやつを初めてママ飲むの。知ってる？ないないない。韓国売ってないでしょ？ジョッキ缶で何？蓋を開けると、泡が出るんだって。温度によって泡立ちが変わります。泡が多めとか少なめとかも調整できるの。なんと本当どんな感じかわかんない。やってみよう。ちょっとやるよ。しーじゃ初めてだ。嬉しい。これ泡が出てきた。もっと泡を楽しみたいと思ったら缶を手で包むと泡が出やすくなります。こうやってやると温まるからだ。温度が不思議不思議。面白い。あ、こぼれてっちゃうね。まあ、あおー押してた。ミルクじゃん。なんかちょっと半端だけど。あら、そしてなあちゃんがセットしてくれたこの七川パントロイかわいいおつまみセット。今日はショルダーなので乾杯しよう。乾杯。ベー美味しいなこれ、うん、マジか、ね、嬉しい。初めてそうだね、ナナちゃんはね七ヶ瀬の方です。美味しいことじゃないよ七ヶ瀬かな。びっくりしたよね。だからさ、最初さ、自分がお酒飲めるようになった時さ、どんな美味しいものなのかと思うじゃん。で飲んでみたら、美味しいって言いながら飲んでるのに、で、これが美味しいんだみたいな感じだよ。美味しくないの？美味しくないよね。でも美味しく感じるようになるの、なぜか。すごい不思議なんだけど。なあちゃんは、お正月したいことというか、楽しみは何かある？しかないよね、子供の時ってさ。まだそこ？で、何だね？ともう一回入れたともう一回。でもさ、お正月ってお年玉ってもらってたでしょ、うん、何に使ってた覚えてる？好きなものってでしょ。あーゲーム。私は全部貯金だったの。一切使えなかったから使えなかったって思うじゃん。でも、おじいちゃんなんだけどちゃんと全部取っといてくれて、私が本当に必要ってなった時にくれたの。それが20万ぐらいだったんだけど、あるあるで働いてて、だからしっかりしてるんだよね。ジャルって航空会社。ジャルの奈々ちゃんもスチュワーデスになればいいよ。ジャル、うん、あ、パブパパは、そうだね、パパはディズニーで。パパと一回行ったよね、Cね。20分ぐらいで出たよね。なんで？あんなにつまらないディズニー初めてだった。並べない人と行ったらダメだね、ディズニーはね。一個だけ乗り物乗ったよね。一回パパと行った。本当に行きたくないと思った。ママ。うん？ちゃんもう3年生になるから、うん、お年玉もうちょっとあげて。お年玉？お小遣い？うん、うん、でも2年生で2000円だったじゃん。何年生3000円でいい。なんかさ、それがさまあまあいいんだけど、私的に妥当だと思ってたの。でもコメントでさ、そう、2000円なんて少ないですよって来て、ちょっとびっくり。え、ナナちゃんはいくら欲しいの？てかさ、周りでいくらもらってるか聞いたことない？そこで俺ママだ。ほんと？あー、3500円。2年生でそんなもらってるの？ほんとに？3000円で。まあ、それ俺マジで買うんだよね。俺、たまんねんだよ。
な。3500円。あらす。ねえ。35,000。え？35,000でしょ。でも十分じゃない？3000円と多くなった。何？だってさ、あれとかは買ってあげてるじゃん。別に欲しい必要な、なんかその文房具とかさ、本とかさ、買ってあげてる。この何に使ってんだろうって感じなんだけどね、逆にね。だから何に使ってんのか教えてよ。だから他の家がどれぐらいお金をね、あげてるのか子供に気になるし、いくらもらってるのかコメントで教えてください。はい、今お金事情ってさ、みんな気になるよ。私のお小遣いは、これ待って、おかしいな。結婚する前は月20万くらいでしたんだけど、そう言って結婚したら、コロナ以上だよね。言ってたよね。コロナのアンダリーベンポロジックって言ったら、おっしゃんで、今はいくらもらってると思う。今は0円。それは売りなん、うん、メインとかも好きじゃないしね。あ、ブランドは全然興味ない。本当に買ってもらうのは、うん、結構音はさじゃな、服も買わないし、服も買わないな。これ濃いやつ、じゃあパン먹는거밖에안쓰는거。あ、そう、てか出前だと思う。ペダル式、うん。生活の多分割合グラフ見たらさ、本当に多分 70% ぐらいが食費な気がする。食費やばくない？意味は超お金使わない。まあ使わないというか、興味ないもんね、お互いね。物を買うことにね、全くね。でもさ、食費が 90% なんて言うと、私がすごい食べてるみたいに思われそうじゃない？恥ずかしいんだけど、それは、うん。私的に一番気になるというか不思議なのが、韓国の光熱費、光熱費、うん、で普通みんないくらぐらい払ってるんだろう。高いんだ。日本ボタン、あれ日本にと비싸。日本で살았었잖아。日本に내가비싸다고느낀게물、水が、水道代高い、ね。水道、엄청비싸。高い。얼마쓰지도않았는데막5만원매고한국에서는되게싸。あ、水道代安いって聞く。うん。그리고日本より電気代も超安い。日本は너무비싸。電気세、水道세、ガス세。그리고일본은세금이비싸。税金は高い。税金。高い高い。日本で働いてた時はどれくらいもらってた？日本の税ですね。税金とか引かれちゃうじゃん。それだと、うん、安いんだ。いくらぐらい？なになに？너무조금받았어。どれぐらい？大体20万ぐらいいくの？うそ。好きなの。夜遅くまで起きてたけど、多分あと2時間後には起きてシデクに行って起きてよっか、起きてよっか、朝まで飲んでよっか。付き合い悪いよ、本当に。待って待って、早すぎる、早すぎる。早く寝たい人。本当にすみません、ごめんなさい。뭐얘기해무슨얘기하고싶은데이요뭐 2시간후에안녕안녕2시간후에봐요하얗게기세요으사이모朝の7時でもこんな感じで真っ暗です。
したいと思います。じゃあ今日は一緒に寝たので、ハルモニーのとこ行くよ。이동영상이좋으시면구독과좋아요꾹꾹눌러주세요.